今宵もとある井戸から聞こえる話をお楽しみください。漁師の闇バイト。僕には高校時代に王君という同級生がいました。王君は高校卒業後、漁師である父親の船に乗って働くことを決意。僕はというと、冴えないエフラン大学を卒業後は、都会の零細企業で営業の仕事に翻弄されていました。安月給で炎天下の外回りです。帰郷した際は王君と会うのが恒例行事になっていました。王君は20代なのに金をガンガン稼ぎ、飲みに行くといつもおごってくれたので、最高にありがたい存在なのです。その年も僕は短い休みを利用して、実家のある港町に帰郷し、王君と落ち合いました。居酒屋で酒を酌み交わしながら、懐かしい高校時代の思い出を語り合いました。まだ何日か町に残るなら、バイトしないか。酒の回った王君は、顔を赤くしながら突然僕を誘ってきました。バイトって、船に乗れってこと？もちろん。他に何がある？王君はジョッキに3分の1くらい残っていたビールを飲み干しました。無理だよ、無理。ゲロ吐いて終わりだって。っていうか、なんで休みの日に働かないといけないんだよ。僕は拒絶しました。簡単な仕事だから安心しろ。俺の補佐をしてくれたらそれでいい。時給いくら？時給じゃないよ。一回手伝ってくれたら50万やる。嘘でしょう。はい、はい、やる、やる。僕は両手を挙げて引き受けました。よし、早速行こう。ちょうど仕事があるんだ。え、今から？どんな仕事なの？このバイトの条件は、深く詮索しないことだ。僕と王君は居酒屋を出ると、寂れた田舎の歓楽街を千鳥足で抜け出し、港湾沿いにある倉庫群の前を歩きました。真っ黒な海からは波の音だけが聞こえていました。こんな人気のない暗いところで何すんだ。僕は胸騒ぎがしていました。最近は不漁続きで、この辺の漁業関係者は大変なんだよ。その割にはお前は羽振りがいいな。高い酒をおごってくれるし。漁師には裏のバイトがあるんだよ。そう言うと、王君は倉庫の前で立ち止まりました。裏のバイト？さっきも言ったけど、あまり探らないでくれ。50万という金額は、肉体労働に対する対価というよりは、口止め料みたいなものなんだ。王君は慣れた手つきで倉庫の鍵を開けると、僕を中に誘い込みました。部分的に照明をつけると、壁にかけられている防寒具を着るように指図され、サイズの合わない生臭いそれを、僕は言われるがまま来ました。倉庫の中にはさらに扉があり、王君はさっきとは違う鍵でそこを開けるのでした。中からは白い冷気があふれ出し、足元が見えなくなるほどでした。冷凍庫。僕は腕を組み、背中を丸めました。ここは俺が個人的に借りている冷凍庫だ。この中にある箱を一緒に運び出してほしい。
僕は体を震わせながら中に入りました。中は僕の実家よりも広く、カチカチに凍った魚が入っていると思われる白い発泡スチロールが積み上げられていました。まさかこれを運ぶだけで50万円もくれるわけがないよなと思いながら奥に進むと、王君は巨大な木の箱を引っ張り出してくるのでした。それを運べばいいの？僕は両手に息を吹きかけながら聞きました。これを船まで一緒に運んでほしい。嫌な予感はだいぶ前からしていましたが、徐々に確信に変わっていきました。箱のサイズがそれを後押ししました。人間がすっぽりと入れるくらいのサイズなんです。僕と王君はそれを2台の台車に乗せると、押しながら倉庫を出ました。誰ともすれ違うことなく港を移動すること5分くらいだったでしょうか。船の前に到着すると、王君が箱の全部、僕が後部を持ち上げて船内に運び入れました。よし、出航するぞ。王君は船のエンジンを入れました。酒気帯びとかないの？構わないよ。飲まないとできない仕事だ。町の明かりが小さくなっていくのを船に揺られながら眺めていました。王君が船を操縦する姿は非常に頼もしく、漁師になったんだなと改めて実感できたのですが、足元に置かれた箱が気になって仕方ありませんでした。船が揺れるたびに箱の中に入っている凍った物体がゴツンと側面に当たっているのが分かりました。箱の中に入っているものが何なのかなんとなく想像できるんだけど、僕は口を開きました。王君はまっすぐに黒い海を見つめていました。暴力団とかからの依頼？想像に任せるよ。依頼される漁師は口が固いことが条件なんだ。もう俺にバレてんじゃん。お前は口が固いだろ。それにこの仕事は一人でやりたくないんだよ。最初の頃は一人でやってたけど、夜の海をさ、箱を乗せながら走るのはすげえ怖いんだよ。やめればいいじゃん。一度引き受けたら最後なんだ。次から次に倉庫に運び込まれるようになってしまった。断れば死体遺棄の罪で密告されて俺は逮捕されてしまう。もう続けるしかないんだよ。王君は涙声になっていました。町の明かりが全く見えない場所で、王君は船を止め、着いたぞと暗い声を出しました。夜の海は死体を乗せていなくても恐ろしい光景でした。月が異常なくらいに存在感を出して空に浮かび、月光が黒い海面に淡く揺れていました。箱から出すぞ。王君は僕に手袋を渡しました。このまま捨てるんじゃないの？それだと海に浮かぶだろ。中の死体は袋に入ってるから、そこからも出さないといけない。マジかよ。蓋を開けると、半透明な死体袋に入れられたそれが、姿を現しました。肌は青白く、目はカッと見開かれたままで、口は半開きでした。通常葬式などで見られる死体はエンバーミングされているため、眠っているみたいになっていますが、
何も手を加えられていない死体は、最後の瞬間をそのまま形として残していました。オー君はジッパーをゆっくりと下げました。冷凍庫に入れられた際についていたと思われる霜が溶けて、髪は濡れていました。僕は足首、オー君は腕をつかみ、ゆっくりと運びました。手袋越しに冷たさが手のひらに伝わってきました。仰向けになった死体は、まっすぐに夜空を見上げているのですが、突然眼球が動いて僕を睨みつけてくるのではないだろうかという想像が膨らんでしまうため、なるべく顔を見ないようにしました。せーのって、海の中にドボンです。口から気泡を出しながら死体は海の底に沈んでいきました。これを一人でよくやってたな。僕は体中が震え、足から力が抜けていくのを感じていました。いつまでこれを続けないといけないのかわからないんだぞ。もう地獄だよ。僕は船の上で50万円を手渡されました。一回捨てるごとに組織から100万円をもらえるみたいでした。オー君はきれいに折半してくれたのです。それからというものを、僕は仕事が休みの日に地元に帰るのを避けるようになり、数年間はオー君と連絡すら取っていませんでした。オー君の名前を耳にしたのは、地元の友人からかかってきた突然の電話でした。王が死んだらしいぞ、という内容でした。その友人によると、王君は父親の漁船に乗るのをやめて、まるで何かから逃げるかのように、知り合いのマグロ漁船に乗るようになっていたそうです。遠洋漁業です。一度海に出てしまえば、一年以上帰ってこれないこともざらにあるそうです。聞くところによると、オー君はインド洋の洋上で漁をしている最中に突然叫び出したかと思うと、口から泡を出しながら死んでしまったそうです。年々漁獲量が減っているマグロ漁船の船長は日本に引き返さず、そのまま漁を続行しました。オー君の遺体は腐らないようにするために、ビニール袋の中に入れられて、マグロと一緒に船の中にある冷凍庫の中に押し込まれたそうです。遺体が家に戻ったのは、死んでから数ヶ月経ってからでした。いるのは確か。ナナさんは自分の学費を稼ぐために店舗型の性風俗店で働いていたことがある。そこは名古屋にある老舗の大型店で、高校と店名のネオンが輝く5階建ての自社ビルを有していた。プレイルームは2、3、4階に合わせて15室あり、部屋の間取りはどこも同じだった。ベッド、脱衣所、シャワールーム、棚付きのクローゼットがあり、どの部屋もおおむね清潔に保たれていた。キャストの女性はおよそ80名で、18歳から45歳までと年齢はまちまちだった。全員に店から制服が貸し出されており、仕事の前に着替えることになっていた。ある日、ナナさんは3階の一室を割り当てられた。初めて使う部屋だったが、どの部屋も同じ作りで、やることも同じである。まずはシャワーを浴びて
制服に着替えた。それからクローゼットに私物をしまっていると、上の方で何かがカサカサと乾いた音を立てた。クローゼットと天井の隙間に何かいるようだ。クローゼットの高さは180センチで、身長160センチ足らずのナナさんからは隙間の奥が見えない。まさかネズミが、と気色が悪かった。ゴキブリかもしれない。それも嫌だ。不安な気持ちで背伸びして覗き込んでみたところ、またかさりとなった。クローゼットの棚板にすがりついてつま先立ちをすると、そこにファッション雑誌の小口が見えた。なんだ、雑誌のページが空調の風にあおられてカサカサ言っていただけか。ナナさんは胸をなで下ろして手を伸ばした。忘れ物を見つけたら雑誌や新聞などつまらないものでもなるべく早くフロントに届ける決まりになっていた。指が雑誌の表紙を捉えた。ずるずる前に引き出して落っことす作戦だ。ところが雑誌はピクリとも動かなかった。何かに引っかかっているようだ。ナナさんはクローゼットの縁につま先をかけて高さを稼ぎ、隙間の奥の方を手で探ろうとした。すると、いきなりその手をぎゅっと握られた。紛れもなく人間の手の感触だが、クローゼットは壁に作り付けで、向こう側に人が入れる隙間は1ミリもない。ナナさんは悲鳴を上げながら、握られた手を引っ張った。が、手はしっかりと彼女の手を掴んで離さない。引けば引くほど強く握ってくる。この動きは人間のものだ。あまりにも生々しかったので、ナナさんは少しするとかえって冷静になった。もしかすると壁に穴が開いていて、隣の部屋にいるキャストがいたずらをしているのかもしれないと思いついたのである。そこで伸び上がって隙間を覗き込もうとした。もう少しで自分の手を握っている手が視界に入る。とその寸前に手がさっと離れて隙間の奥へ引っ込んだ。壁には穴など開いていなかった。雑誌をフロントに届けると、ナナさんは手を石鹸でゴシゴシと洗った。握られた時の感触が手にいつまでも残り、大変気持ちが悪かったという。この後、彼女は古株のキャストの間で、3回は出ると言われていたことを知った。新人さんが怪異を体験して、出たと自分たちに打ち明けてくるまでは、このことを教えないルールをみんなで作り、固く守っていたのだった。そのため、手について先輩たちに打ち明けた途端に、皆の怪異体験談をいっぺんに聞かされる羽目になった。3階で昼寝をしていたら、金縛りになったのよ。3階でセルフィーを撮ったら、顔が不気味に歪んで映っててね。3階の鏡には自分の後ろに見知らぬ女が映るんだ。目を合わせたら多分死ぬ。3階付近の階段に女の幽霊が佇んでいた。全然動かなかったから幽霊で間違いない。だから3階の部屋を割り振られたら拒否して違う階の部屋に変えてもらう、と話していたキャストもいた。こんなにも確実にいるのに、その原因については誰も知らなかった。ニュータウン。ある占い師仲間の女性から聞いた話である。もう15年近くも前のことらしい。彼女は
当時知人だった一人の女性からこの話を打ち明けられた。ここでは仮に安倍さんとする。安倍さんは F 県某市の郊外に住んでいた。当時の年齢は45歳ほど。主婦である。変なことばかり起きるんですって言うのよ。真剣にお祓いした方がいいんじゃないかって思うぐらいだって。占い師の女性は当時を思い出して言った。安倍さんの話を聞いてみると、確かにただごとではなかったという。安倍さんたち家族。安倍さんと4歳年上のご主人、高校2年生の息子さんは、5年前にその町に越してきた。20年ほど前に造成され、バツバツニュータウンとして大々的に売り出された区画300ほどの新興住宅地。とにかく土地が破格の安さだったというのが、その地に移り住むことを決意した最大の理由だったという。だが、破格の安さにはやはり相応の理由があった。それまでそこに住んでいた一家に自殺者が出ていたのだ。残された家族は一家離散のような形で土地から姿を消していた。そのことは不動産会社の方からもきちんと説明を受けたんですって。確かに気持ちは悪かったって。そりゃそうよね。何しろ事故物件だもん。知り合いの占い師は私に言った。でも地鎮祭とかでしっかりお払いをしてきちんと建物を建て直せばそんなにこだわることもないんじゃないかという旦那さんの意見も確かに一理あると思ったらしいわ。それぐらい土地の価格は魅力的だったって。とにかくそのニュータウン、あたりは広大な畑とかのどかな牛舎とかがあって、のんびりとした素敵な土地だったらしいのよ。しかも旦那さんの会社までも十分通勤圏内だし。価格の安さと土地の魅力に抗いきれず、結局安倍さんたち一家は売りに出ていた分譲地を購入した。新しい家を建てるについては地鎮祭もしっかりと執り行った。念願のマイホーム設計には家族みんなで危機として意見を出し合った。そして全員の希望を最大限考慮する形で無事に新居が完成した。ところがその家で暮らし始めてみると、次々におかしなことが起こり始めたんですって。おかしなことは、まずご主人に起きた。どういうわけか、夫婦仲が険悪になった。それまでは仲のいい夫婦だったし、大声を出すような人ではなかったのに、何のかのと安倍さんに文句を言い、罵声を上げることも少なくなくなった。やがて家に寄りつかなくなった。信じられないことに愛人を作り、彼女の家に入り浸るようになった。すると今度は息子さんが登校拒否になって家に引きこもるようになった。学校の成績は悪くなかったが、いじめに遭い、これまた人が変わったかのように粗暴さをあらわにした。安倍さんのお友達に霊感の強い人がいて、その人が遊びに来たことがあったんだって。でも家に入るなりみるみる笑顔がこわばって、どうしてこんなところに越してきたのとまで言われたって。そんなことを言われても、安倍さんたちはすでに35年ものローンを組んでしまっている。すぐに越した方がいいと進言されたが、失礼なことを言わないでと喧嘩になり、それ以来、その友人との交流は途絶えてしまったという。そうしたら今度は安倍さんが乳がんを患っていることが発覚して、
結局1ヶ月近くも入院しなければならなくなってしまったのよ。引きこもりの息子さん一人を残して入院することは気が引けたが、だからといって手術をしないわけにもいかない。安倍さんは車で30分ほどの距離に住む実子に息子さんの世話を託し、やむなく入院をした。その結果、幸運にも手術は成功し、予後も良好なまま、明日はいよいよ退院というところにまでこぎつけた。その晩、実子が死んだ。交通事故。安倍さんの家から自宅に戻る途中で車同士の事故に遭い、命を落とした。即死だった。その上、息子さんの様子も1ヶ月前よりさらに悪化していた。その家に越して以来、どんどん精神が不安定になっていったが、安倍さんが帰ってみると、知らない子供が家の中にいると言って、一層激しい錯乱状態になってしまっていた。キテレツな声を上げて叫んだり、パニックになって逃げ惑ったりする息子さんを、安倍さんはどうしていいかわからず、持て余すばかりだったという。結局息子さんは、面倒を見てくれたおば、安倍さんの実子の葬儀にも参列できなかった。どうしてバツバツは来ないんだ、と義兄たち家族に鬼の形相で軟禁され、安倍さんは、平身低頭するしかなかった。葬儀が終わって家に帰ると、息子さんはいなくなっていた。外出用のバッグも靴も家に残したまま、まるで神隠しにでもあったかのようだった。完全に消えた。どうもね、やっぱりあんまりいい場所じゃなかったらしいのよ、ニュータウンのその一角。隣の家も火事で住人が変わっていたり、向かいの家では大事な一人息子が奇病で寝たきりになっちゃっていたり。そうした事実をやがて安倍さんは次第に知るようになる。これはとんでもないところに越してきてしまったと、今更のように後悔したらしい。それで安倍さん、いろいろと調べているうちに、ある人と恋になったらしいのよね。住宅街の隣にある広大な畑でリンゴ農園をやってる人だったって。占い師の女性はそう私に話した。リンゴ農園を営んでいた老婆は、安倍さんが何を聞いても最初はなかなか喋ろうとしなかったという。だが、ようやく重い口を開いて話してくれたことによれば、そのニュータウン、基本的には田畑だった場所を造成してできたものだったらしいんだけど、土地の一部はそうではなかったの。そこら辺がまだバツバツ村という名前で呼ばれていた遠い昔に、疫病なんかにかかった牛とか豚とか、汚れた家畜の死体を大量に処分していた忌まわしい場所も含まれていたんですって。そしてそこには表立っては埋葬できない人間の死体を村ぐるみでこっそりと捨てていた時期もあったようだ。例えば間引きされた子供であるとか。安倍さんの家や不幸が起きた近隣の住家はその昔、そうした動物の殺処分場があった跡地に造成されたものだった。こういう話を聞くと、怖くて簡単に引っ越しなんかできなくなっちゃうわよね。女性占い師はそう言って笑った。その笑顔は引きつり、こわばっていた。ちなみに、安倍さんの息子さんは、失踪してから1ヶ月後、ニュータウン近くの牛舎の中で死体として発見された。それまで彼が一体
どこでどうしていたのかは、結局謎のままだったという。裏裏ビデオ。90年代の初頭には、今のような映像・音楽ソフトのレンタルの大型全国チェーン店というのはほとんどなかったように記憶している。VHS 全盛の時代、それらの代わりに幅を利かせていたのは、個人経営ないし地域型の小規模チェーンのビデオレンタル店だった。私も幼い頃、父に連れられてそういった店をよく訪れていた。目当ての特撮やアクション映画のビデオを探すのだが、背の高い棚で入り組んだ売り場は、子供心には迷路のように感じられたものだ。大人同伴でなければ入れない、いかがわしい店というようなイメージを抱いていたのを思い出す。今から24年前、そんな個人経営のビデオレンタル店でアルバイトをしていた慶淵さんの話だ。この店は基本的に2人体制でシフトを回しており、慶淵さんの入っていた夜の時間帯もそれは同じだった。慶淵さんは一緒にシフトに入る先輩から以下のようなことを言われていた。お客さんからここにないやつを見たいんですけどって言われたら、俺を呼んで。ここにないやつとは何だろう。在庫のビデオがすべて店頭に並ばないから、バックヤードの倉庫にしまっているのか。実際に店に立っていると、その注文をしてくる客はポツポツといる。その度に先輩は、店の奥から持ってきたファイルを客に手渡し、客はレジカウンターの脇に縮こまって、そのファイルを開くのだった。それから先輩は少し客と話して、店の奥からビデオを持ってやってくる。バイトにも慣れたある日、大雨で店が閑古鳥の時の話だ。じゃあ、ケイちゃんにもあれ教えようか。先輩がそんなことを言った。店に出してないビデオの話だよ。そう言って、店のバックヤード奥の扉の鍵を慣れた手つきで開け、慶淵さんを招き入れた。そこには2メートルほどの高さの細い棚が2本入っていて、ビデオがみっしりと詰まっていた。慶淵さんは好奇心を抑えきれず、早速気になっていたところを尋ねてみた。やっぱこれ、いかがわしいビデオなんですよね。先輩は、それもあるけど、と言ってこのように続けた。これはさ、正規で出たビデオじゃない。素人の撮ったもんなんよ。先輩が指さしたので、改めて棚を見ると、ビデオのパッケージはどれも灰色で同じだが、赤いビニールテープがラベルの下方に貼ってある。最上部の2段だけが別で、こちらには黒いビニールテープが貼ってある。また、この2段だけガラス戸がついている。料金表がこれなんだけど。その時教えられた金額を慶淵さんは細かく思い出せないが、赤のビデオがざっくりと店頭で普通に扱うビデオの倍ほど、黒の方はさらにもう少し高い料金設定がされていたそうだ。ケイちゃんさ、プロがちゃんと作ったものより素人が撮ったまんまの方が価値が出るもんって何かわかる？それはやっぱエロいやつとか。と慶淵さんが答えると、先輩は、それもそうだけど、と笑って、こう答えた。これよ、これ。両手を揃えて胸の前にぶら下げ、言った。お化けのビデオだよ。
赤いビデオがエロいビデオ、黒いビデオがお化けのビデオ。どっちも本物なのかはわかんないけどさ、高い金払っても見たいやつがいんのよ。先輩がそんな話をしばらくして、最後に付け加えた言葉を、慶淵さんは忘れることができないという。黒いビデオ、なんでこんな高いかってとさ、貸すと帰ってこないってのが結構あるみたいなんだよな。それで元取るための料金設定なの。慶淵さんはその店で働いた間、黒いビデオを客に貸すこともあったが、その中で一度、実際に期限を過ぎても返却されてこないことがあった。その客には電話をしても普通で、返却催促のハガキを出しても宛先不明で戻ってきてしまった。それを店長に報告してしばらくすると、例の棚に新しく黒いビデオが補充されていたそうだ。青木ヶ原樹海。1200年前に生まれた青木ヶ原樹海は、自殺の名所としても知られているが、自殺者が集まり出したのは昭和に入ってからである。私の同僚の小野君は CM のロケ班で青木ヶ原樹海に行った。ロケ班とはロケーションハンティングの略で、屋外やスタジオ以外の撮影場所を探すことを指す。ディレクターの A さんとチーフカメラマンの B さん、そして車両部の C さんの4人で樹海に入った。遊歩道から原生林に入ると、自殺者の遺留品が至るところにあった。小野くんが絵コンテを見ながらイメージに合うアングルを探していると、木々の間から数メートル先に男性が背中を向けて立っているのが見えたという。腰を曲げてね、バードウォッチングをしているのかと、そう小野くんは思い、無意識で男に近づいていった。手が届く距離まで近づいた時、男の全身から無数のハエが飛び立った。黒く変色し、ぐずぐずにとろけた頭を支える首には、ロープが巻きついていた。男は首をつってぶら下がっていたのだ。呆然としていると、チーフカメラマンの B さんが一心不乱にぶら下がっている腐乱死体に向けてカメラのシャッターを何度も切っていた。死体は夢見が悪くなるだけです。でも匂いはダメです。自殺者だと認識した途端に腐乱臭が自分の全身に覆いかぶさってきました。小野くんは耐えられず嘔吐した。写真を撮り続ける B さんを何とか引き剥がし、4人はその場から逃げた。警察に電話して事情を説明していたら、横で B さんが腰が抜けたように座り込んで泣いているんですよ。B さんは何度も、意味わかんねえ、意味わかんねえとつぶやきながら泣いていた。自分の意思ではなく取り続けた理由が理解できず、それが恐ろしくて
涙が止まらないのだという。なんで首吊り死体を撮影していたのかわからねえよ。その後は警察への協力で戻りたくもない現場にまで行くことになり、散々だった。死体が見えない場所からでも匂いがすごいんです。それに、なんであれを生きた人間と見間違えたのか、ほんと不思議です。フランシュに気づいていたら、あの場所には行かなかったという。見つけてほしくて匂いを消していたのですかね。小野くんは夜中に突然目が覚めることがある。そんな時は、あのフランシュがかすかに漂っているので怖いのだという。小野さ、見るという行為は脳が画像を作っている。だけど匂いは、空気中を浮遊する物質が嗅覚を刺激するわけで、腐乱した男の一部が鼻から斧の体内に入ったことになる。まだお前の体の中にいるんじゃないの？そう私が言うと、やめてくださいよ。気持ち悪いことを言うのは。樹海には二度と行きません。それから数ヶ月が過ぎたが、CM のロケ地候補には、まだ青木ヶ原樹海が残っていた。イメージコンセプトは、妖精がいるような風景。樹海なら悪霊のイメージだけど、撮影のロケ地には選ばれるわけがないと私は考えていた。無駄なロケ班に終わる可能性は高いが、興味本位で担当を引き受けることにした。樹海をロケ地候補に推薦するロケコーディネーターは、雪が積もった原生林がコンテのイメージに近いという。季節は冬、まさに今である。雪が降ったのを確認できたので、改めて行くことになった。今回は、私と車両部の田中さんと二人でのロケ班である。青木ヶ原樹海を横断する県道71号から遊歩道に入り、ロケ車を駐車させる。樹海への入り口から遊歩道を歩いて進むと、青いセダンが放置されていた。屋根には雪が積もっている。来たのは2日前なので、2泊以上はここに駐車されていたことになる。車内を覗いてみると、後部座席には食べ散らかした弁当や菓子やビール缶が散乱していた。助手席には、中を見てくれと言わんばかりに、白い封筒だけがポツンと置かれていた。ドアはロックされてはいないようだが、さすがに読む気にはならなかった。田中さんと遊歩道から樹海の原生林へ入ってゆく。私は、なぜ彼らが怖い場所で自殺ができるのかが不思議だった。自殺者は
恐怖で樹海から逃げ出したい気持ちにはならないのだろうか。深く進んでいくうちに理由がわかるような気がしてきた。安心感のような不思議な気持ちが湧いてくるのだ。すべてを受け入れてくれるような安らぎ。樹海に自殺者がとどまる理由を垣間見れて、この場所の真のやばさを改めて実感した。優しく死を迎え入れてくれる場所なのだ。そして冬の樹海は白と緑の美しい世界だった。CM のロケ地は私たちの動画と写真により青木ヶ原樹海に決定した。斉藤さんは売れっ子の CM カメラマン。彼は世界中を飛び回り、年間50本近い作品を撮影している。幽霊を撮影したことはありますか？私の興味本位な質問に一度もないとそっけなく答えた。今回の撮影カメラマンは斉藤さんになった。毎年100人ぐらい自殺してんだろ。仕事じゃなかったら樹海になんか行かねえよ。そう言って笑った。斉藤さんの最終ロケ班を終えた感想は、想像していたおどろおどろしい雰囲気はなかったという。樹海はむき出しの溶岩や木々の表面にびっしり緑の苔が生え、苔と針葉樹の緑に積もった白い雪が広がり、幻想的な世界を作っていた。これはいい絵が撮れると確信したね。ロシア人の妖艶な女性モデルを被写体に撮影を開始する。撮影は順調に進み、あとはライティングを必要とする夜の撮影のみとなった。日が沈むまでまだ少し時間がある。斉藤さんは監督と照明技師との打ち合わせを済ませ、セッティングが終わるまで自分の車で休むことにした。遊歩道から外れて10メートルぐらい原生林に入った場所で撮影をしていたんだけどね。そこから遊歩道を数分歩いた県道の脇に、斉藤さんは愛車のジャガーを駐車していた。遊歩道を出ると県道と並行するように舗装されていない道があるんだけど、俺が駐車していた場所から20メートルくらい離れていたかな。青いセダンがあった。県道からは木々で見えにくい位置にあえて駐車したように思えた。気になるだろう。覗いたらさ、マジで助手席に白い封筒が置いてあるの。後ろの座席にはビール缶や食べ散らかしたゴミが散乱していた。雪が積もったこのセダンは何日もこの場所で夜を明かしたわけだ。封筒の中を見る気もないし、消えたこの車の持ち主がどうなったのかも考えないことにした。愛車で少し仮眠を取る。2時間後、樹海は闇に包まれていた。
ビビったよ。夜になったら全然空気が違うんだから。暗闇の遥か先にある青いセダンに人が乗り込んだように見えた。確認する気はさらさらなかった。懐中電灯の光を頼りに現場まで闇に包まれた遊歩道を歩いてゆく。遊歩道でもこんなにやばいのに、道から外れた原生林には入れねえって。遊歩道脇に並べられた発電機のエンジン音、忙しく動き回るスタッフの熱気、ライティングされた現場は昼間のように明るく、先ほどまで感じていた不気味さなど簡単に吹き飛んだという。撮影は予定時間よりも早く終わり、すぐさま撤収が始まった。斉藤さんは翌朝に別件の撮影があるので、あとは撮影チーフに任せて先に帰宅することになった。懐中電灯の光を頼りに闇に包まれた遊歩道を一人で歩く。吐く息が白い。後方からは撤収作業をしているスタッフたちの元気な声が響いている。踏み固められた雪が凍結しているので、注意を払いながらゆっくりと歩く。ザザザ。斉藤さんがシャーベット状になった雪を踏みしめる音が闇に響いた。ザックザックザック。奇妙な音が闇に包まれた原生林の右と左から聞こえてくることに気づいた。それは枯葉を踏みしめながら歩いている音だ。左右から原生林の中を斉藤さんを挟むように並んで歩いている。スタッフかと思ったが、でこぼこした溶岩や複雑に生えた木々が広がる原生林をまっすぐに歩けるわけがない。ましてや闇の中を。ザックザックザック。二つの足音は斉藤さんが歩くスピードや歩数に合わせて聞こえてくる。左右に得体の知れないものがいる。恐怖から全身が泡立った。足音の主たちは近くを歩いてるようだが姿は見えない。懐中電灯の光を。ダメだ。光を当てた途端に得体の知れない音の主たちが駆け寄ってくるように思えたからだ。じんわりと歩くスピードを上げた。あと少しで愛車にたどり着く。前方の木々の隙間からあの青いセダンの屋根が視界に入ってくる。左右からの足音が止まった。助かった。一秒でも早くこの場から離れたい。小走りに走る。後方から全力疾走してくる二つの足音。無意識に口から悲鳴が出た。凍結した雪で滑りうまく走れない。足音の主たちは難なく追いつくとすぐ脇を並走した。パニックになる。
斉藤さんは足を滑らせ転倒。ぜえぜえと息を切らせながら前を見つめる。闇の中を走る二つの足音は消えていた。しかし何かがいる。沈黙。左と右の原生林から男の頭が二つ飛び出してきた。思考が停止する。動けない。真っ暗な原生林から六六首のように伸びてんだ。首の向こう側にあるらしい体は見えなかったよ。原生林の暗闇から異常に伸びた二つの首。同じ髪型に血の気のない真っ白な同じ顔。びっしょりと濡れた髪は額にへばりつき、目も口も閉じた無表情な中年男性だった。斉藤さんは絶叫しながら右から出ていた男の顔を殴って逃げた。あのぐにゃっとした感触を思い出すと今でも嫌な気持ちになる。パーキングエリアに入るまでの記憶が曖昧だという。家に着いたのが夜中の3時過ぎ。なのに嫁さん寝てないの。11時を過ぎたらいつも先に寝るんだけど、なんだか眠れなかったって。樹海での出来事は話さなかった。シャワーを浴びて寝室に行くと、嫁さんがまだ起きているから、じゃあ一緒に今でビールでも飲むかって。視線を感じて窓を見る。寝室のカーテンが揺れていた。冬だから窓を開けているわけないし、嫁さんが気づく前に寝室から出ようとしたら、カーテンが大きくまくれると、カーテンが大きくめくれると、ドッジボールぐらいの白い塊が二つ、窓を突き抜けて飛んできた。それは斉藤さんの頭上を通り、ドーンと壁に激突するような音を出しながら外に抜けていった。同じものを目撃した奥さんは恐怖からボロボロと涙を流していたという。そんなことがあったけど、仕上がりはすごく良くて、クライアントも大絶賛だったよな。ただ、次回も樹海での撮影があるのなら、ギャラを2倍にしてくれないと受けないよ。仕事としてはトラブルがなく良かったわけだが、樹海での撮影中に、何一つ怪異を体験できなかった私は少し物足りなかった。私は NG フィルムも含むすべての撮影素材を確認することにした。残念ながら我々怪談マニアを喜ばせるようなものは何一つ撮影されてはいなかった。スマートスピーカー。これは当時大学生だった井川くんが体験した話である。
井川君は大学でオカルト研究会に所属するほどの生粋のオカルト好きである。霊感は全く持ち合わせていないが、 UFO は子供の頃に一度だけ目撃したことがあった。中学や高校の同級生たちは誰も信じてはくれなかったが、オカ犬の仲間たちは目を輝かせながら話を聞いてくれた。 UFO の型や窓の数を言い当て、さらにはどうやって調べたのかわからないが、 UFO の定員数まで教えてくれるのだった。オカ犬は井川君にとってとても居心地の良い空間になっていたという。そんなオカ犬には伝統があった。大学を卒業する際は先輩が過ごした部屋を後輩が借りるというものだった。なぜそんな面倒なことをするのかというと、いわゆる事故物件だからである。オカ犬のメンバーは事故物件に住んで当たり前という掟があった。井川君は大学3年生になるときにそんな理由で引っ越しを余儀なくされた。家賃は15,000円で破格の安さだ。6畳の部屋だがロフトがついているため天井が高く、狭くは感じなかった。過去にその部屋で何が起きたのかの説明は一切ないまま、粛々と引き渡しの儀式は行われた。ある日のこと、オカ犬のメンバーを色めき立たせるネットニュースが飛び込んできた。それはスマートスピーカーが唐突に笑い出すという内容だった。ネットでは夜中に女性の笑い声が突然聞こえて震え上がったと報告する者が続出していた。それまでスマートスピーカーに興味のなかった井川君は記事を読み、買うことを即決した。買わない理由などなかった。2日後に商品が届くと早速デスクの隅に設置した。一方的に話しかけて楽しんでいられたのは数十分が限界だった。欲しいのは相手からのアプローチである。しかし待てど暮らせど押し黙ったまま、まあこんなもんだよな。井川君はスマートスピーカーで音楽を聴いてシングルライフを楽しむことにした。部屋の照明を連携させ、声で明かりを点灯させられる機器も一緒に購入したが、狭い部屋では利便性を感じることはできなかった。話しかけるだけでネットショッピングすることも可能だったが、使うことはないだろうなと思っていた。その年の夏、オカ犬恒例の夏合宿が始まった。メンバー全員で心霊スポットを巡り、霊が出ることで知られている宿で疲れた体を癒すという2泊3日の小旅行だ。夜になると色あせた畳が敷き詰められた大広間に布団が並べられ、メンバーたちは怪談話で盛り上がっていた。この時一つだけルールが設けられていた。スマホの電源を落とすことである。着信音が鳴ると興ざめするからだった。井川君は素直に従っていた。
ところでさ、井川の部屋は怪奇現象とか起きてないの？先輩の K さんが話題を事故物件に切り替えた。今のところ残念ながらないですね。井川君は申し訳なさそうに答えた。ロフトで寝てる？この時期は暑くて無理です。下にマットレスを敷いて寝てますね。上から覗き込まれるような感覚とかない？ないですね。上で寝ている時にはしごを誰かが登ってくるということもないですし。そっか。 K さんは横になったまま自分の枕に視線を落としていた。あの部屋で死んだ人の詳細を知っているんですか？それがさ、お前の部屋だけまだ詳細が分かってないんだよ。他の部屋は霊が出た時に先輩と後輩の証言が一致したりするんだけど、お前の部屋だけ謎なんだ。そうなんですか。出たらすぐに報告します。合宿が無事に終わり帰宅すると、郵便受けの中に宅配便の不在票が入っていた。実家から何かが送られてきたのだろうかと思ったが、差出人の欄には通販サイトの名前が書かれていた。何も買った覚えないぞ。井川君は合宿に出発する前の記憶をたどったが、思い当たる節はない。部屋の中に入ると、たった2日間開けていただけなのに他人の部屋に来たかのような違和感があった。再配達の依頼をして待っていると、徐々にその違和感が補正され馴染んでいくのが分かった。荷物が届いたのは1時間後のことだった。井川君はドアを開けた瞬間に息を呑んでいた。配達人は1メートル四方の巨大な段ボール箱と小さな箱を玄関に運び入れたのである。何ですかこれ、と尋ねるわけにはいかず、引きつった顔でサインした。伝票を見ると間違いなく自分が購入したものだった。今さらキャンセルなんてできないよな、そう思いながら、どちらの箱から先に開けようか少しだけ迷っていたが、いやおうなく巨大な箱に目がいった。恐る恐るテープを剥がし、中を覗き込むと、そこには木製の椅子が入っていた。背もたれは低く、肘掛けのない、座り心地の悪そうな椅子である。井川君は首をかしげつつ、今度はもう一つの小さな箱を開けた。中に入っていたのは、一本のロープだった。井川君は K さんに電話して状況を説明すると、すぐに行く、と嬉しそうな声が返ってくるのだった。駆けつけた K さんは部屋の中を見渡すと、予想外な言葉を口にした。うなぎと梅干しと言われたら、何を思い浮かべる？食べ合わせの悪いものですか？井川君は肝を潰していた。その通り。昔から言われていることだ。本当かどうか知らないけどね。今で例えるならメントスとコーラかもな。
それがどうかしたんですか？じゃあ、食べ物じゃなくて、組み合わせの悪いものと聞かれたら、なんて答える？ K さんの不可思議な質疑は続いた。ちょっと、わからないです。スマートスピーカーと事故物件だよ。俺の予想では、スマートスピーカーが例の声を拾ったんだと思う。お前が部屋にいないときにね。なるほど。組み合わせの悪いものはもう一つあるよ。椅子とロープだ。Kさんはロフトを見上げ、転落防止用の柵を見つめていた。首吊りですか。井川くんも一緒に見上げていた。そう話した瞬間だった。突如、部屋の電気が消えた。暗闇の中で二人が押し黙っていると、スマートスピーカーから甲高い女性の笑い声が聞こえてくるのだった。スマートスピーカーの笑い声を聞いた人たちが住んでいる部屋は、間違いなく事故物件ですよ。僕はそう確信しています。井川くんは、話の最後に、そう付け加えた。100年後の未来。赤混じりの暗い照明の中、横並びになって遠くを見つめる動物たちの表情はどこか悲しげだ。時間が止まっているかのように身白ぎもしないのは動物たちが剥製だからだ。寒々しい内装の部屋の中で空調の音だけが通奏低音のように響いている。手元に視線を落とすと大きな半透明のボードがある。動物たちの名前と西暦を表しているとおぼしき4桁の数字がリスト上に並んでいる。はじめは状況がわからず戸惑ったものの、井田さんはこの場所のことをすぐに思い出した。入ったのは一度きりだが、とても恐ろしくて記憶の奥底に焼き付いていたのだ。目が覚めるといつも過ごしている部屋が一回り小さくなったような妙な不安感に襲われた。まぶたの奥に赤い照明の色が残っているような錯覚を覚える。この日から1ヶ月ほどの間にその場所に関する夢を5回も見たという。都市部から外れた立地ゆえというべきか、かなりの規模の博物館だったそうだ。まだ少年の時分の井田さんもそこがとても好きで、毎年両親が連れて行ってくれるのをとても楽しみにしていた。宙吊り状態でダイナミックにディスプレイされた巨大な化石から地表に落下した隕石まで、展示の内容は実に幅広い。そのどれもが絶えず好奇心をくすぐり、そこで過ごす時間はあっという間に過ぎた。そんな楽しい博物館だが、井田さんが苦手で近づかない展示室が一つだけあった。絶滅動物を扱った展示室である。ここは周囲から隔離された寂しげな一角で、場の空気も他の展示とはかなり異なったものになっている。静まり返った薄暗い空間に動物たちの物言わぬ剥製が並べられている。後になって知ったことだが、ここに展示されている動物たちの絶滅の理由は、ほぼ全てが人間によるものだ。乱獲や外来種の持ち込み、開発によって生息域を奪われたことによる絶滅。だからこの展示はいわば、人間の取り返しのつかない滞在の記録だ。
おどろおどろしい雰囲気だけでなく、そうした意味を井田さんも幼心に感じていたからここを恐れていたのかもしれない。初めに訪れた時にそれと知らず入ってしまったが、その一度でトラウマ状態になり、それ以降はもう一切立ち寄らなくなった。そんな幼い頃の記憶をたどる夢も5度目を数えた時のことだ。明晰夢とでも言うのか、3度目あたりからは夢の中で冷静に周囲を観察したり、意志を持って動けるようになっていた。頭の片隅で、結局一度しか入っていないのによく記憶してるな、脳って不思議だな、などと考える余裕もあった。そんな状態だったので、この日はすぐに違和感に気づいた。そもそも普段は展示室の中から夢が始まるが、今回は入り口の前に立っている。通路の前には丸窓のついた扉があり、その先があの展示室だと直感的にわかる。薄暗いために中の様子は伺えない。妙に思いながら重い扉に手をかける。開けると中の空気がいつもより重い気がする。粘っこいというのか、熱帯のような湿気を感じる空気だ。照明も黒みがかったいつもより濃い赤色をしている。剥製はいつも通りだが、なぜか突き刺さるような視線を感じた。剥製の目が今にもこちらをぎょろりと睨みつけてくるような気がする。展示の手前にあるプレートは、埃と雲の巣にまみれ、表示が読み取れない。やはり頭上から剥製の視線のようなものを感じて顔を上げる。その時に妙なものが目に入った。剥製の展示スペースの土台部分は荒野の地面を模しているが、その片隅に砂山がある。今までの夢では見なかったものだ。不思議に思い、近くに寄ってみる。やはり砂山のように思える。ただ、周囲の地面と色合いが違う。赤い照明のために正確な色合いはわからないが、薄い灰色のように感じられる。その山に埋もれるように、展示プレートが一枚突き刺さっている。他の動物の剥製の足元にも設置してある個々の動物の名前を表示したプレートと同じものに見える。山から取り出してみると、黒字に白い文字が刻まれているのが読み取れた。100年後の未来。そう書いてある。目が覚めると異様に喉が渇いていた。この日以来、あの展示室の夢を見ることはなくなった。その年の盆に実家に帰った時のことだ。母親とテレビを見ていると、子供連れにおすすめのお出かけスポットなる特集が始まった。そこであの博物館が登場した。まだやってたのか、懐かしいな、と思わずつぶやく。独り言のつもりだったが、あんた好きだったもんね、と母親が答える。さらに続けて、こんなことを言う。あんた、最初に行った時のことを覚えてる？その時ね、怖い怖いって泣きながらお父さんに抱きついてたんだから。それを聞いて、井田さんは固まってしまった。あの展示室のことだと思ったからだ。いや、あれはさ、何を取り繕おうとしたのか、とっさに出た言葉にかぶせるように母親が言う。ほんと、ビービー泣いてたのよ。100年後の未来が怖かった、100年後の未来怖かったよ、なんて言って。それでね、お父さん後からその部屋に入ってったんだから、気になるって言って。わからん。100年後の未来ってどれのことかなって出てきたよ。ねえ、あの時、あんた何見たの？
伊田さんには100年後の未来が何なのか未だにわからない。一つ思うのは、100年後には自分は位牌になっているという当たり前の事実を暗示しているのかもしれないということだ。確かにそれを眼前に突きつけられるのは恐ろしいことかもしれない。ただそれとは別に何か絶滅動物の展示室と絡んだ意味があって、そのことを見落としているという感覚がずっと消えないのだそうだ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いいたします。